Waves 6 ボッティ、バイトランドオーバークロックド。電脳世界バイトランドをバグやウイルスから救うアドベンチャーゲーム。狭間クイーン、地雷系ガールが地獄をめぐって悪魔を殺害し尽くすハイスピード FPS。 As easy as pie。ザ・ロストヴィレッジ。仙山で門派を再建するユニークなローグライクシミュレーション RPG。 仙人を育てて世界一の栄光を得よう。タイニーソー、トールハンマーを中心としたゲームプレイとレトロなピクセルアートが特徴の 2D アクションゲームです。ゲートキーパー、一人であるいは仲間と一緒に青函ゲートを守る敵の大軍と戦おう。ルナティックデン、ようこそ狂人の巣窟へ。町を発展させながら奇妙で愉快な住人たちとの交流をお楽しみください。リパブリック・オブ・ジャングル。ハッタリ、裏切り、信用、凶暴、コミュニティの誰もがすぐにでも参加可能な人狼系ソーシャル推理ゲーム。メイジー・メイゼス、王道のダンジョンクロール型 RPG を独自のフィールド表現で。ぜひ方眼紙のご用意を。英語版も対応中。チビ忍者シノくん、トレジャーオブデモンタワー。80年代90年代の名作にインスパイアされたレトロな忍者 2D アクション。ウィスパーズ・イン・ザ・ウエスト、オンライン協力型マーダーミステリーゲーム。チームワークで事件を解決しよう。スーパーアドベンチャーハンド、おててとなって数々の障害物に立ち向かい、そして乗り越える冒険の旅に出発しよう。レイルローズ&カタコンズ、ダークファンタジーデッキ構築ゲーム。自由にカスタマイズできるカードでデッキを強化しよう。ソロサーガ、3つのマップで8人のキャラと35種の武器や道具を生かし、回避や静止で強力な武器を召喚しよう。キャンディーハウス、キャンディーをぶつけろ、キャンディーにぶつかるな。上下移動プラス射撃のみの長弾系簡単操作シューティング。ゴールデンレコードレトリバー。ゴールデンレトリバーとなり、ダイスで表現された宇宙人の仲間を集めるダイス構築ゲーム。テクトニカ、物語と破壊できるステージ、そしてオンライン協力プレイが楽しめる一人称視点工場建設ゲームです。ライトレーサースパーク、ビジュアルノベルと RPG 要素が楽しめる物語重視の SF アドベンチャー。犬神ディフェンダーズ、犬と一緒に戦うタワーディフェンスゲーム。簡単操作で少しの時間に遊べます。体験版を現在配信中です。別離、第二次世界大戦の悲劇を子どもの目を通して体験し、人間性を失うことなく生き残れ。ソウルバース、奥深いビルド、戦略、バトルが楽しめる魂のデッキビルド RPG が PC とコンソール版として新たに登場。
リーバー。高い機動力と豊富な武器システムを備えた超ハイテンポな FPS です。キュビス。極彩色の音と光で構成された亜空間をキューブが転がり尽くすクラシックなアクションパズル。フォール・オブ・ポーキュパイン。仕事と日常の葛藤に向き合うユニークでエモーショナルなアドベンチャーです。格闘クエスト。プロレスとファンタジー RPG がぶつかり合う巨大なドット絵の世界をプロレス技で駆け抜けよう。ミラ&ザ・レジェンド・オブ・ザ・ジンズ。モロッコの文化と精神的伝統にインスパイアされた壮大な 2D メトロイドバニアです。ロケットランブル。カスタマイズ可能な動物たちが自動生成されたコースで繰り広げる4人プレイのパーティーレースアクション。エクストリームリーリアリスティックシージウォーフェアシミュレーター。物理演算をベースにした戦争シミュレーションゲーム。軍を育てて工場兵器を築き大規模な戦闘に挑もう。USC カウンターフォース。名作シミュレーションに影響を受けた単性の戦略シミュレーションを深い戦闘システムで復活させます。フレッシュチャージルル。変身バトルヒロインルルが縦横無尽に敵を蹴散らす爽快引っ張りアクションゲーム。インクバウンド。モンスタートレインの作者が送るユニークなターン制の戦闘が楽しめる協力プレイ対応ローグライク。マーセナリーズラメント。銀狼と巫女をめぐる七つ星。最新作タクティカルシミュレーション RPG。 巫女が天に祈りを捧げた時、傭兵は絶望の底から蘇る。ライバリーウォーロード戦国。ターン制歴史シミュレーションゲームです。一人の武将として戦国の世を生き抜きましょう。ザ・ワンダリング・ヴィレッジ。巨大な怪獣の背中を舞台にした都市運営ゲームです。クワート。ア・ニュータイプ・オブ・ワードゲーム。新しいタイプの多人数参加型ワードゲーム。グリッドを超えて考える必要があります。フレイズカウンター GM。 プレイヤーを襲う敵弾にあえてかすめることで攻撃のチャンスを生み出す縦スクロールシューティングです。フランク&ドレイク。フランケンシュタインとドラキュラの古典小説にインスパイアされたアドベンチャーゲームです。サイオニックアウェイク。昼は資源を集め、夜はモンスターの進行を防ぐローグライクやタワーディフェンスなど多彩な要素を搭載。山が笑えば。たくさん負けて強くなれ。日本で多分唯一の南極観測経験済みゲーム制作者による南極内陸旅行 RPG。星つなぎのフォトン。星をつないで草を生やそう。変わり種シューティングプラスあなただけの惑星育成ゲーム。もうすぐリリース。邪悪な魔導士。敗北したラスボスとなり失った力と城を取り戻せ。ユーモアにあふれたアクション RPG。
アローン。リラックスして気軽に楽しめる 2D アクションパズルです。2023年夏発売予定。トイフォーミング。アプリ上で絵を描くと何が描かれたかを AI が判定して動き出します。どんなものに判定されるか試してね。